ってことは死んでる。ってことは下の方で死んでるはずだから。お、あ、やっぱり死んでた。まとめてこい。来ちゃった。来ちゃった、来ちゃった。みつけさんや。キュッ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 。のすっちはえね。のすっちは。ウェーイ、ナイスボタン、ありがとうございます。ナイス。しまった、アドミン見とけばよかった。あ、ここからアドミン遠いな、さすがに。パン君はメレーに姿ね。パンアベスナ、パンアベスナってあげる。ってことは死んでる。ってことは下の方で死んでるはずだから。お、あ、やっぱり死んでた。誰だこれ。緑の人が死んでる。待ってね。いやいやいや。すいません。死体見てます。死体見てます。はい。カメタス。展望です。展望で死んでます。あ、カメタス。左下です。左下。アップロードのところってこと？アップロードのところです。はーい。おー。もう。どうやってそこ行ったんですか？え、普通に歩いてったけど。いや、リアクター鳴ってて逆走してて、その展望で発見しない、うん、なんか。いや、リアクター鳴ってるから、下の方で死体があると思ったから。ああ、なるほど。だから弁当で行ったっていうことですか。はい。なんなんで。なんで。まあ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 。あ、であれば、このターンはアベレージさん無理かな。そうですね。砂染さんと一緒にいましたね。はい。じゃあその二人は弾ける。無理です、ね。実験でアベレージさん、あ、じゃあ砂染さんと夏目先生は左下なら無理だと思うな。さん、ああ、そう、千早さんも確かアーカイブでラウンジに向かうのみたいな、うん、最後夏目千早がいた。脇が多分アーカイブですか。脇はちょっと違うかも、メインとかだと。あ、まあだけど右側で2回とも見てるんでいけないと思います。おい、キッチンでチャゲプーさんと湧いて、まあほぼ一緒の行動をしてて、はい、うん、で、武器、エンジン、金庫、宿舎、ミーティング周辺って感じでできなそうで、かつその道中のすけさんのこと見てないので、うん、メイン電気石油キッチン展望って言ってると思います。言ってるなら先端さんってチャゲポヨさんの弁当って弾けます？あー、弾けます、弾けます。うーん、チャゲポヨさんのルートは、いや、もう今言った通りなんで。あ、同じようにしましょう。はい。じゃあ、チャゲ戦無理でいいですか？チャゲ戦無理。あと、ムツパンはムツパン。ムツパン。ムツはどこで湧いたかは記憶になく。アーカイブ湧き。アーカイブ湧きか。じゃあ、シャワー、メイン、エンジン、武器庫、そのまままた戻って、右側のあのリアクター直しに行ってますね。うんうん、あ、じゃあ次喋りたいんで、誰かボタン押してください。あれ？あれ、パン君もだ。お前が押せよ感半端ないですよ。あれ、俺のボタン取っとけるかなと思って。これってあなたのボタンですよね。さあ、誰なんだご主人。ご主人誰なんだ。今ね、あれなんだよね。死体ってずらすことによってマットメイトのアピールをしたいんやけど、まあ、キルした人は気づいてくれただろう。
はい、ありがとうございます。あれ、パン君カメラ見せたのもしかして。あ、僕カメラですね。あ、だよね。うん、あ、パン君で、お願いします、情報。はい、メイン脇、エレキのガシャゴン、セキュリティカメラ、エンド、おしまいです。カキさんはどういうルートで展望デッキまで行ってるんですか？メインエンジン、コミューコックピットで、コックピットでチャゲさんと一緒にいて、そっから武器庫でリアクターが鳴って、じゃあ下の方にしてあるかなと思って見に行ったらあったって感じです。普通さんとはすれ違ってない、ね、すれ違ってないです。先チャゲ、先端チャゲポエさん目線の方、ファン君が怪しい位置ですか？そうなりますね。死に経路がないから。一応僕アーカイブいるときにカメラがついてるのを見ました。まあリアクター中ですけど。リアクター鳴ったタイミングでハッちゃんがミーティングの奥に行ってます。合ってる。ミーティングの、まあ奥っていう、まあそうですね、ボタン。はい、うん、あ、アーカイブ、そう、最後のリアクター鳴ってからはずっとついてた。あ、カメラ、カメラ、カメラ。うん、リアクター鳴ったタイミングでリアクター付近にいる人たちはできないかなと思ったんでカメラ見ることにしました、うんうんうん、そしたら最後のタイミングで砂溜さんがマットメイトだよって夏目先生に合図してるみたいな踊りも見てます。あ、そうですね、あれは、そうですね、あれは何の腰振り。いや、あれは多分僕がリアクターを直さないことに対する怒りのダンスだと思います。まあまあ、それは各々の解釈に任せます。はい、濁らせて、考察が深まるばかりですね。、はい、あのダンスに。でもパンクはやっぱ難しいと思う、そういう意味でも。いや、いや位置的には可能だかな。てか一番怪しい位置だと思ってて。いや、無理新情報だって。パン君ちょっと落ち着いてね、うん、はいはい、先端のルートがどうか覚えてる？パン君ってキッチン、武器庫、エンジン、宿舎前、金庫、ミーティングじゃないので、のすけさんを見てないってことは、うん、じゃあのすけさんの侵入経路ってどう？いや違う、だから僕は展望にないと思ってて、遅く、リアクター鳴って、リアクター鳴ってて、うん、ゆっくりラウンジから入ってきたのが千早さんと夏目先生なので、この二人は怪しいんでて、柿さんがマットメイトで一義層かなと思ってます。うん、じゃあ、千早夏目がやってて、千早夏目がやってて、柿さんがマットメイトで一義層してるってこと？それ。右側で？じゃあ、本当はどこにあると思う？いや、知らん。右側ってこと？それは多分僕も同意。いい感じにごちゃっとるな。はい、はい、はい、ボタン押してんだけど、じゃあ一応、あ、いいですか、ダメです。一応セリフです。あ、はい、おお、はい、じゃあ一個いいんですけど、あれ、じゃあその後に、今アドミン壊れてたんで左行ってるのが柿さんしかいないので、柿さんマット書いてると思います。人外は確定じゃないですか。何ターン経ったと思ってる？3ターンぐらい経ってない？いや、2ターンぐらいじゃない。だって長かったし、リアクターのターンが多分長かったと思うんで、このターンにコックピットに行ける人物って、そのチャゲポエさんと、まあ、カキさんしかいないから、だったらカキさんとチャゲポエさん、チャゲ戦カキムツさんまでかな、うん、コックピットに行けた人ってことですよね、はい、アドミンで、アドミンの情報出して、アドミンに入ったっていう、コックピットに入ったっていう情報は出してるけど、アドミンの情報は出してないのがチャゲポエさんとカキさんなんで、入れてる2人は。でもチャゲさんはアドミン見てないから見れないですよ、うん、見れないですよ。カキさん、僕あのリングフィットやって、そこ、うん、あの戻ってるんで、 それは俺も見てるから。先端さんとパン君に聞きたいんだけど、はい、さっきパン君の意見に同意した先端とパン君が言ってる論って多分右側下だと思うんだけど、夏目のセリフで盤面変わったと思うんですけど、いや、どう見えますか？てか、あのスタイが右とかどうとかじゃなくて、柿さんは何も見てないマットメイトで適当に言ってるんだと思います。あ、え、じゃあ死体1は全然左下とかじゃなくて全然違うところにあると思います。そうそうそう、うん、マスケさんだって目撃ないんでしょ、まあ、でも待って待って、でも僕はあのめちゃくちゃ最初の方に死体1言いました。うん、うん、それ大前提、ね、でもそれはリアクターに全員が寄せることができてるから言えるんじゃないですか。向かうでしょ、リアクターの方。死体1って左、パン君シーンだったらどこになるの？まあ多分バイタルとかにポツンとあるとか、多分もう行けてる、みんなが行ってない場所そのぐらいしかないな、バイタルとかぐらいしか、うん、脇から視認されてないのがね、不思議ですよね、うん、脇位置がない、右脇、夏目貨物とアーカイブまでは全部消せるんで、
そう。だそれなんだったらチャゲポエさん、センタンさんがどっからタイミングで湧いて、チャゲポエさん、カキさん、ノスケさんだったんじゃないかなと思います。あ、それもあるね。一回も動きしないのが難しいな。え、でも、アドミンポエさん。俺メイン分けだよ、ちなみに。メイン分けでファン君と一緒だったよ。いずれにしてもカキさん人外っぽい。まあ、アドミンは結構しっくりきたかも。アドミンポエ。ちゃうか綺麗。するんなら綺麗。チャゲさんま、チャゲさんインポスターなんじゃないかな。さっきのさ、なんかじーっと見てたのすごい怪しかったから、チャゲさんインポスターなんじゃないかな。違うかな。すごいよ。おー、すね。ヌー右でーす。戦え戦え。ヌー右でーす。うん、これは別にそれはアドミンすげえしっくりきましたよ。はい、うん、初日のボタンは誰も見てないじゃないですか。初手ボタン、はい、センターさんかな、うん、確か。で2日目ののすけさんがキルされた日、誰かが触りましたがパン君理論ですよね。はい、うん、で、3回目のボタン、アドミンが見られてたっていうパン君の、あ、6つ目のボタンか、はいはいはい、ボタンなんで、まあまあまあ、あるいは6つさんがボタンを押す前にパン君が自らアドミンを壊したっていうぐらい、はいはいはい、それもそもそもその左下で死んでたわけだから、うん、切ったインポスターがその後コックピットに行ってとかそういうのもあると思うんやけど、まあ、アドミン破壊した左でも多分ずらしてるにしても左側大体合ってるんじゃないですか。そう、夏目もそれは強く思ってて、うん、左下だと思います。じゃあ例えば、うん、カキさんが武器庫でマットメイトで武器庫で死体見つけて、うん、展望ってずらすとマットメイト視聴ができるからっていうのと、ムツさんがさっき行動系の中で武器庫を含んでリュートに行ったっていうのでお互い通じ合ってるっていう連携とか議論での連携とか取れると思うけど、死体位置自体はそこだと思います。うん、だから死体位置をそもそも全然違うところに考えてる人物の方が今は夏目は知り目線怪しいと思います。うん、まあね、はい、だからパンクミスを考えるとパン君がコード経路、のすけさんのコード経路を塞いでるから、チャゲ戦の話を信じるとね。うんうんあれ一応無痛さんって一回武器庫の方まで行ってるんですよね。はい、 AK のタスクやってそのまま、ね、はい、見ました。あ、それだったら一応無痛さんもできちゃうんです ね。パン君のコード経路はどっちが正解なの？アドミに行った方が正解なのか、カメラに行った方が正解なのか。あ、僕カメラ、カメラに行ったのはその1キル、うん、のすけさんが死んだターンですね。で、のすけさんが死んだってことは左側でアドミンが見られてる可能性があるから、その次のターンにアドミンを見に行って壊れてることを確認して、うん、夏目先生がボタンを押してくれて壊れてたから、そのターン左行けたのは誰なのっていう感じです。なるほど、ありがとう。はーい、うん、まあ絞れんけど、あおい、あ、どうした方がいいんだこれ。あの逆に言って4人、その辺4人通って誰も見てないですよね、のすけさんは。のすけさんマジどこにいたんだ一体。なんでそんな怪しむの？ちょっとチャゲさん、チャゲさんインポスターでしょきっと。違うんかな。チャゲさんがじーっと見てたのめちゃくちゃ怪しいと思ったんやけど、そんでじーっと見てて、それでなんかアドミンの話しなかったから、チャゲさんがインポスターな気がする。どうなんだろうか。阿部夏か、うわ、怖。チャゲさん、チャゲさん、いいよチャゲさん、チャゲさんインポスター確定。あっちゃんか。アーカイブら辺で見ましたね。アーカイブ。はい、僕が見ました。で、アーカイブには、夏目カキ、あと先端さんもいた感じで、で、うん、その後、先端火器の順でシャワーから多分メイン抜けてて、僕が、証拠を降りて停電直して最後ヌーン乗って左行ったら先端さんと会いました。はい、はい、シャワーから先端チャゲ、
火器はほぼ一緒に昇降機まで行ったと思うけど、うん、あの先端の途中でメインホールのお店あたりに行った、はい、でパン君がメインからシャワーに入ったかな、うん、そうです、うん、あだからパン君後ろから来てた、いや後ろ、え、僕エンジンからメインで、うんうん、メインからシャワーで3人がいたんで3人を怪しんでたから、うん、その固まったらキルできないと思ったからその後後続でついてって後ろに引き返してます、うん、ああそうなんだ、じゃあパン君は無理ってこと、カキさん視点だと、違う、あのパン君視点、カキチャゲの後ろには死体がないことが証明できるって感じ、いや違う違う、別にアーカイブだったら、アーカイブ僕はメインまでしか入ってないから、うん、アーカイブって結構人いたくない、アーカイブ最後に阿部ちゃんとかも先生、うん、夏目先生を置いてみんなもう出てってる、あアベレージリフト右に行ってなかったっけ、うん、行ってるよ、あそう、その後に夏目ラウンジに抜けてます、おーいラウンジに、あ同時に抜けたみたいなノリかな、あはっちゃんは夏目見てない、見てないんでアーカイブではないと思いますよ、メインエンジン宿舎前は死体はないです、死体違う、まあ、宿舎前は分かんないけどメインエンジン感はなかった、うん、まあてかそうむずいと思うし、砂鮫さんとムツーさんってどういう感じですか、あ、先にいい、あ、いいですよいいですよ、ムツーさんが、キッチンにいるから、メインじゃないのであればムツーさんはきついと思う、はい、うん、あでエンジンと通信室の扉の前で砂鮫とすれ違ったのって誰ですか、千早さんですかね、あれ、え違うかも、停電の時に、うん、通信室からエンジンルームに行く人とエンジンルームから通信に行く砂溜めがすれ違って、あ、まあ、マットだからあんまりやるべきことはないんだよな、もうこれ以上もうアピールできたし、チャゲさんや、チャゲさんについていくかとりあえず、相方誰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 、ごめん全然30秒がいい感じに数えられない、いや全然いいと思います、はい、ごめんなさい、ちょっと自分の話ができなかったので、うん、そのままキッチン武器庫のタスクや、あれ違う、あエンジンから武器庫のタスクやりに行こうって言った時に停電が起こって、で通信室の通路ぐらいの時に誰かとすれ違ったなと思って、でその後しばらくしたらミーティングのボタンを押されたから多分あれが千早さんだったのかなみたいにその頭は思ってました、はい、はい、なので私は、まあ、武器庫周辺に停電の時いたので、うん、アーカイブ付近にハッちゃんがいてみたいなことになってるんだったらちょっと弾いてほしいかなっていう、うん、もうその3人は無理でいいんじゃないですか、だからごめんなさい、夏目先生シェリフだもんね、で夏目先生シェリフってことは、まあ、パン君が普通にその3、先端チャゲカッキーさんを通り越して入れ替わりでシャワー室に入り、まあ、キルしたか、まあ、パン君の主張が正しいんだったら先端チャゲカッキーの一番後続の人がアーカイブですってキルしてからなんか3人でメインホールダウン、アーカイブの死体は絶対にないです、あ了解です、だから結局シャワーかシャワー自体だったら誰か弾ける人いますか、まあ、シャワー自体だったら普通にパンクになるじゃないですか、うん、先端かきちゃげがもう左側行ってて、うん、で最後僕先端さんとヌーン乗って左側で顔合わせてるんですよ、ごめん、先端かきちゃげで、うん、あの誰が前で誰が真ん中で誰が一番、いやマジで同時ぐらいに出た、僕は一番先頭走ってるつもりでいた、あパン君ちょっとごめんなさい、先端は合ってますかそれ、はい僕が多分最後です基本、あ了解です、だったらいいんじゃない、カキさんまとめとで見られてんのになんで信じてんのかなって思ったんで、うん、うんうんうん、まあまあでも3人同士のお互いの死人でいいんじゃないかな、うん、そこは、うん、何キル入らなければまだありますね、パン君かな、パン君かな、本当に最悪なのが、アーミー壊したのはじゃあ誰ですか、なんかパン君インポスターのカキサーマットメイトとかもなんか、いやえぐい、これ先に見せようぜ、次のダバム決め打ちだから、パン君、いや僕は投票したないです、マジ、あごめん、先端に聞きたいんだけど、カキさんをなんでマットメイトで見てる、なんで見てる、えマジパン君絶対来るじゃん
絶対来る、間違いない。これはパンクに 100% 来るな。切った？いや、切ってないです。起きてないよ。チャゲポエさんがやってるところを宿舎前で見たんで、うん、今までの推理が全て破綻すると思ってて。あ、あと、多分チャゲちゃんとね、カキさん、同じ陣営かわかんないけど、とりあえず陣外同士だと思う。その、チャゲさんが切ってる理由なら。シャワーから、まあ、メインエンジンまでずっと一緒に動いてた、カキさん。いや、もうカキさんずにめっちゃ追いかけられてた。カキさんが。カキさんさ、普通に左側、左下下をちょっとずらしただけでしょ。多分カキさんマットメイトで下位置は多分左下だと思ってて、初手切る。で、チャゲポヨさんで、チャゲポヨさんが絶対今回インポスターなので、チャゲポヨさん、セリフです。そうなんですよね。夏目先生、セリフなんだよ。俺はマジで違うから。で、それを見ると、それを考えると、普通に先端とチャゲポヨさんが通ってるルートにのすけさんが通ってるパターンで、可能性としてはコミュニケーションダウンロードとか、エンジン左上で見逃してるケースとか、この2人が、チャゲポヨさんがそれを黙っていたってケースの方が追いやすいから。これチャゲさん目線の話も一応聞いておきたいんだけど、チャゲさん目線は どうなってるの？今回の先段切るですよね。はいはいはい、僕はワーカイブで湧いてからずっと柿さんに追っかけられてて、うん、でエンジンルームあたりでまあ必死で巻こうと思って、多分阿部ちゃんもそこで多分なんか俺が右往左往してるの見てると思ってて、でその後メイン入ってエレキ下るかなっていうところら辺で終わってますね。それでまあ柿チャゲがつながってるのは多分下位置ずらしたからだと思うんだけど。うんうんうん、そうしたときに初手切れの容疑者が多分無痛さんだと思います、自分は。無痛さんが武器庫に行っててっていう証言を柿無痛で示し合わせないと柿チャゲがつながる。でもまあやっぱパン君もチャゲポヨさんには入れてください。まあ、待ってなんでパン君つったの？パン君釣りは、いやセリフは、いやパンチャゲなんだった場合はのすけさんがメインエレキ席キッチンって移動経路なんだけど、うん、あらすなさん、あら誰なんだ、むつうさんなんかな。でも単純にむつうさん怪しいっていうのかな。通算なんかな、やっぱ。あ、夏目や、逃げよう。よしよしよし、助かった。助かった。危ねえ。死ねえ、ダブルキル、むつさん頑張れ、むつさん頑張れ、ダブルキルしろ、むつさん頑張れ。おお、内房、内房、うん、やっぱ死んでないんだね。いやー、パンクの初手がチャゲさんとセンタンさんがお互い一緒にいて無理だったら、結局できるのが左側にいる人がカキさんとムツウさんになるじゃないですか。うん、で僕目線だとカキさんとチャゲさんがさっき一緒に歩いてたから、カキさんがパン君言った通り強靭で、うん、チャゲさんが実行犯だから残るのがムツウさんになっちゃうから、ムツウさん釣れば終わるのかなと思います。普通にチャゲさんがキルしたんじゃないの、1キル目って知らないけど。ずっと並走してたの、先端さんと。1キル目はね、先端がね、キル自体は否定してるから、死んだ先端の主張を信じるしかなくて、そこは。そうか。
そうすると、うん、じゃあ誰がやったんだって話になって、パン君が普通に容疑者一なんだけど、今までの議論聞いてるとチャゲポヨさんが人外になったことから、うんうん、チャゲポヨさんが死人隠してたりすることの方が考えやすいかな、うん、それだとあれなんだよな。あ、そしたらじゃあセンターなんで見逃してるのって話になるんだけど、コミュニケーションのダウンロードか武器庫だったら成立すると思うから、多分それをセンターが考えてないケースで、じゃあアーカイブシャワーメインのあの3人トリオは何だったのって話にはなってくる。ハッチャンキルが、シャワーしたいハッチャンキルが分かんない、うん、最後は。いや、あれってシャワーって確定なんでしたっけ。そこも、あ、アーカイブは絶対ないからシャワーかメインだと思ってて、あ、シェリフ視点ね、うんうん、そうすると先端カキチャゲが並走してた場合、うん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 、分かんない、あれじゃないの、そこが分かんない、アーカイブが最終死人だから、うん、昇降機右とかで切ってる可能性あるの、阿部さんとか。それだったら僕が昇降機右とかで切ってる。それはない、ごめん、ないの。それもない、それもないです。夏目が最後アーカイブ出て。ああ、どういう内訳だろう。ラウンドタイムパターン、分かんない。それか、ハッチャンがそのままミーティングの方まで行っちゃってるんでしょ。ん、あ、そう、千早さん目線ね、キッチンでしたもんね。うん、そう。ん、タスクは何だか、かきさんするでもいいかもしれないですけど、ほぼ強靭だし。タスクでいきますよ、これ。タスク残り1個です、私は。うわぁ、はい、いや、ガチで分からん。だから、そのね、組み合わせが分かんないんだよね。ちゃんと分かる、めっちゃ分かる。じゃなくないんですか、その場合だと。シャワーがメインだと思う、時系列的に。うんうんうん、あれ、今ボタン押した誰やったっけ、通算だ。あんま邪魔しんようにしよう。絶対切りに来たやろ今。絶対 100% 切りに来たわあの人。ふぅ、13頑張ってダブキルしてくれ、頼む。ダブキル頼んだ、13頑張れ頑張れ頑張れ。いや、だいぶ時間あるでいけるよ、これ、むつぶさん。誰だ、あれ。夏目か？誰だ、あれ。頼む。頑張れ。頑張れ、むつぶさん。めっちゃ時間あるよ、これ、ダブキルいけるよ。いや、ダブキルいける時間だよ、これ。めっちゃ時間ある。絶対ダブキルいけるって、これ。ナイスー、マジか、誰にも会えねえんだけど、マジで。上から見たけど、やばかった。みんなパラシュートで降ってた、もしかして。みんなね、みんな宿舎前に避難してたよ。あ、そうだね。いや、めっちゃいいキルだったな。いや、GG、GG。いや、うまかった、ジンガイ。キルが分からん。初手が、初手がのすけさんがエンジン分けでコミュに入って、コミュダウンロードで。うん、あー、のつめ、そう、いや、合ってて、で、しかも、ムツさん、カキさん、チャゲプーさんが自身外だから、そう、そこに見られてるけど、僕以外の人たちが全員、ノスケさんみたいなっぽい。そう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 。でも、4社員としてそうなるよね。カキさんがないから。カキさんマットだったら、そうだよね。いや、多分、カキさんはちょっと下絵をずらしただけ。あ、そうです。本当は、キッチンのゴミ、ね、ゴミ捨てのとこをやったんやけど。うん、わーっていう。ゴミのように。ハッチャンキルはどんな感じですか。あ、そう、ハッチャンキルが分かんない。ハッチャンキル、シャワーのロミジュリンところですね。うん、覚え芸で。うんうん、あー、そうなんだ。それで、カキ先端、チャゲで3人で並走してメインホールにみたいな話だったから、あ、でも一瞬チャゲさんが外れてそのまま一緒に来たじゃないですか。そうそうそう、そんな感じ。そ
そこから合流か。そうそうそう。すごい。ああ、なるほどね。とんでもねえキルされたぜ。めっちゃうまいキル。もう二度とあのタスクしねえ。ああ、でもまあ。終わらないのめっちゃいいキル通ったし、パン君も釣れたし、よしよし、2キルで PP だーと思ったら、めっちゃ夏目さんに見られたって。そう。あれだ。あれだ。あれだ。ねえ。マジで。あれなかったら勝ってた。夏目普通に多分パン君とか釣ってたと思うから。うん。俺割と意外でキム打ってたから。さすがにね、三人外が黙ってるはちょっと確率的に考えてなかったわ。難しいっすね。よかったっすね。そう、どう考えてもセンターがさ、マットメイトじゃないと夏目視点の盤面が成立しないから。どうなってんだって思った。いや、変なとこで死んでまたごめんやで。すみません。